うん、EN ってそれどんな感じなの、先輩後輩のさ雰囲気みたいな、うん、ないね、先輩な文化が先輩後輩ってのないから。あ、そうだよね。なんかもう普通になんかそれこそさ、私あ、うん、そりゃそうだよなと思ったのがさ、うん、あのセラフさんとさ、うん、あセラフさんも前ヒバさんもさ、うん、最初絡んだ時にさ、トラ姫さんって呼ばれたの、うん、名字プラスさん付け、うんうん、でそこであ、そっかそっかそうだよねみたいな。はい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 。え、何で一緒だったの、あの二人と。なんかあったっけ。ヒバさんはね、うん、タルコフした。あー、やってたやってた、見た見た見た、そうなんだ。まあでも確かにここトラ姫さん、トラ姫さんだよね。今はもうことかって呼んでる、さすがに。うん、いや、いや、もう、いや、普通にそのなんか、名字プラスさん付けって呼ばれるのに、あ、日本だな、みたいな感じで。人間だとさ、名前呼び捨てだから。あ、確かに、ね。みたいな。こととかことかって呼ばれるから、うん。はいはいはい。文化の違いを感じて、あ、そうだよな、日本だってやっぱ先輩、ね、先輩後輩、こう当たり前だし、むしろそうだよね、なんか年近いっていうか、なんだろう、その、うん、デビュー時期、うんうん、が、使い物同士でもやっぱそういう仲良くなる前はそういう呼び方だよなみたいな。あ、でもセラフダスルガーデンに関してはずっとさん呼びだからな、別にって感じ。そうなんだ。うん、ずっとムユさんって呼んでる。もう1年以上一緒にいるけど、うんうんうん、そういうタイプなんだと思うけどね、さん付けの人。なんかでも思う、なんかいいね、いろんな呼び方してもらえて嬉しいなって思った確かにな。こっちからこっちかな。敬語とかもあんまないのか。じゃあ英語っていう文化ない、そもそもだよね。うんうん、それもそれで面白いよな。せーの、おつんきゅらすらー、バイバーイ。じゃあ何が言っても